こんにちは、トイラボです。今回は2022年11月に発売されたイオン、オリジナルトミカ、三菱、デリカ D5、ルーマニア警察仕様について見ていきたいと思います。それでは開封していきましょう。ボディカラーは濃いめのネイビーで、箱の写真と若干違うような気がします。これはこれでかっこいい色だと思います。ボンネット、両サイドにルーマニア語で警察を意味するポリティアの文字が印刷されています。リア部分は通常版と変わらず、ブレーキランプなどが塗装、印刷されています。ルーフ部分には回転灯がついています。アクションはサスペンションとなっています。いかがだったでしょうか。何度見てもこのボディカラーは綺麗でかっこいいですね。次回はどこの国の警察仕様でしょうか。最近出来がいいので期待して待っていようと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。